クリスピンとビルヘルム・ビットマン・アルトゥール・クリスピンはドイツの政治家。バイマル共和政時代にドイツ社会民主党、ドイツ独立社会民主党の党首を務めた。東プロイセンのケーニヒスベルク生まれ、最初劇場の画家となり、美術学校に通ったり健康保険会社に勤めたり、した。1894年にドイツ社会民主党に入党し、 ケーニヒスベルクやダンツヒでジャーナリストとして党機関視などで働いた。1906年からは西プロイセン地区で当初期、1912年からはシュトゥットガルトで党機関視の編集員を務めたが、1914年に勃発した第一次世界大戦への対応をめぐり、党中央委員会を批判したため党の職務から外された。大戦中に、 スパルタクス団のメンバーと交流があったため、数ヶ月間交流されたこともある。戦争に反対するスピード分派の党員が1917年に決闘したドイツ独立社会民主党に入党。1918年のドイツ革命後は、ビュルテンベルク州で暫定内閣の副首相となり、短期間ながら内省を務めた。1919年には、 ビュルテンベルク州議会議員に選出される。同年から党首に就任し、党内左派に属した。1920年に国会議員に当選し、党の外交政策広報官を務める。この年ユスプドの代表として、モスクワに赴き、コミンテルン加盟やドイツ共産党との合同協議、したが、いずれも拒否する立場になった。これによりユスプドは分立し、彼は少数派になった。 ユスプド党員の多くが1922年の党大会でスピードに復帰した際、彼もスピードに復帰して同時にスピード党首の一人となった。しかしでモ取り組みということもあり党内での影響力はほとんどなく、社会主義インターナショナルの前身である社会主義労働者インターナショナルでの活動をもっぱらにしていた。1933年のナチ党の政権獲得後は、 オーストリアを経由して、スイスに亡命し、第二次世界大戦後まもない1946年にベルンで死去した。ありがとうございます。